朝ドラ朝が来たあらすじ予告2月16日か放送分危機物語朝が九州の炭鉱に行っている間美和の店を訪ねた新次郎はその時偶然にも美和の店にいた鳴沢を発見しました鳴沢の居所を知らされた朝は九州の炭鉱から戻ってくるやったたちに鳴沢と会い 女子大学校設立の相談を開始鳴沢の望みは朝に大学校設立の賛同者の一人に名を連ねてもらうことでしたしかし朝は鳴沢のそんな望みをきっぱりと拒みます朝は自分の名前を貸すだけなのが物足りなかったのです自分も大学校設立のために働くことが朝の望みでした朝は外交資金を 銀行からの融資で調達するよう提案ところが鳴沢は朝の提案に真っ向から反対するのでした